ロサンゼルスではかっこいいプレーを、お、煽っていくね、していただいたんでね、煽っていくね、今回も見せるでしょう。お、緊張感してますはい、右にアーケードモードなので右にスコア出てます。買ってしかも後ろから殴られるし、実際こんなに出てこないんで最初ね、ゲーム序盤なんで、あと敵の AI のアクティブさが全然違う、ここまで同時に襲ってこないんですよね、うん、本来だから敵の配置も AI も出現も全部変えてある。ファイナルファンタジーモード自体がその状態なので。どうですか高井さん、これは緊張してる系のプレイ？これだいぶ緊張してます。めっちゃ緊張してます。びっくりするぐらい緊張してるもう今もだってやり直したいっていう UI 出てたもん、ね、やり直したい UI。 これはね半分どころじゃないですね、実力の。これ増援が今来たんですけど増援なんてないですからね、本来こんなのは来ない、こんなの来ない、こんな牛みたいなのが今突っ込んできましたけどあれは普通に遊んだら出てこない敵ですから、ファイナルファンタジーチャレンジだけですこんな来られても困る、こんなの序盤で来るわけない来るわけないっていう。ただいまのプレイは、ファイナルファンタジー16の、ストーリーをクリアした後のやり込み要素をご紹介しております、ファイナルファンタジー16、こんなむちゃくちゃな、アクションを要求するゲームではございません。 見せた見せた見せた、今のは僕のまぐれパリと違って狙ってのスパリですねしかも空中で出してる、空中で出してる、エンジンかかってきたかな、おさらに入れてから引き倒して、ほい、傾いてますね、手堅い手堅い、あー狙った、そうなるほどおー、うちのチームで、ね、各ディレクターあおるあおるいや野犬の群れマジ怖い、おー見せる、もうねかなりやる気をなくしてると思うんですよね多分これリザルトがどうなりますかね。あ、 A ですね、 A ですね、ここは S に行って欲しかったにゃーん最後転生の方で殺してたんですけどね、もうちょっとやろう、もうちょっとやろうね